はい、ナズです。今回紹介するのはカダのイニシャル D 藤原豆腐店 C61031W です。中には藤原匠のイラストがついた部品の箱が2つ、パーツは1908個です。で、この中に部品の袋が入ってます。そしてシールシートが1枚で説明書は4冊です。ちなみにこのセット、イニシャル D25 周年のグッズということで、ここに講談社のシールが貼ってあるんですけど、正式にライセンスを取ってる商品みたいです。こういうところはちゃんとしてていいですね。はい、では見ていきましょう。いや、これは素晴らしいですよね。細かいところはちょっと覚えてないんですけど、雰囲気はしっかり出てるんじゃないかなと思います。サイズ感見ておきましょう。横幅が約26センチ、奥行きが約28センチで、高さが約 19.5 センチになってます。では店舗周り確認していきましょう。まずは正面です。ここよくできてますよね。このセットの雰囲気を作ってる重要な部分じゃないかなと思うんですけど、かなり再現度が高いんじゃないかなと思います。左側に窓がついてて、右側に入り口がありますね。ここにドアがついてるんですけど、このドアパーツ、こんな感じでちゃんと開けられるようになってます。クリアパーツのドアになってますね。で、これ上のテントのところいい感じですよね。1枚の大きなクリアのシールが貼られてます。肩のクリアのシールってすごく貼りやすいんですよね。貼り直しも効きますし、指紋がついても分かりません。なので個人的にはすごく好きですね。ただこれサイズが合ってませんでした。左端に合わせたところ、右側が1ミリぐらいかな、出ましたんで、自分でカットしたんですけど、まあまあいいかなと思います。で、これパーツまたぎのシールになってますよね。なので、パーツの間、溝とかがやっぱり段差とかができますんで、中に気泡がやっぱり入るんですけど、まあでもこういう再現度を求めるような、部分に関しては、こういうね、文字のバランスがありますんで、これでいいんじゃないかなと思いますね。で、その下左側にはさっきの窓があります。これですけど、こうやって開けられるようになってます。こういうの嬉しいですよね。で、手前側のこれはおそらく豆腐だと思いますね。くっついてますんで、ひっくり返しても落ちることはありません。で、その隣、右側にはドア、左側には窓があります。この窓は残念ながら開けることはできません。で、右側のドアなんですけど、ドアノブパーツがついてないんですよね。まあ、おそらく雰囲気を大事にしてるという感じなんじゃないかなと思うんですけど、ただね、その代わりすごくこれ開けにくいんですよね。なので、まあそこまで重要視しないなという人は、ドアノブのところに何か余りパーツでもつけてあげれば、簡単に開けられるようになるんじゃないかなと思います。それから建物のこっち側のスペース、86が止まってる駐車スペースですね。確かここに建物があったんじゃないかなと思いますんで、実際はもう少しなんかこう狭苦しい感じだったような気がするんですけど、これはここオープンになってますんで、かなり遊びやすいんじゃないかなと思います。ということで、ここに以前に紹介したカダのこの86を止めましょう。はい、こんな感じになりますね。正面から見るとこうなります。いかがでしょうか。いい感じですよね。まあ、若干86が小さいかなというのはあるんですけど、このシーンを再現できるっていうのはかなりいいんじゃないかなと思います。ちなみに正面から見るとこんな感じですね。右側に電柱、左側にちょっとアイテムがありますんで、これね、引っかかっちゃうんですよね。なので、もうね、これ取っちゃったらいいと思います。これ取っちゃえば、かなりスムーズにこうやって出すことができますんで、おすすめです。もしくはこの電柱を、まあ、後ろとか、別の場所に持っていけば、かなりスムーズに出すことができると思います。ちなみに下はこんな感じの全面タイルになってますんで、かなり遊びやすいなと思いました。それとそのスペース、建物のところに電気メーターかガスメーターみたいなのがついてるんですね。配管みたいなのも出てて、ここはなかなかリアルじゃないかなと思います。で、奥の方には立てかけられた板やはしご、あと木もありますね。こういう小物も嬉しいですね。それと電柱ですけど、まあこの色なんで、おそらく木をイメージしてると思いますね。まあ、この辺りなかなかね、メカメカしくてそれっぽくていいんじゃないかなと思いました。それから建物2階部分です。手すりの感じいいなと思いました。あとサイドについてる戸袋もリアルですね。で、その上の屋根なんですけど、この瓦屋根よくできてますね。はい、こんな感じのパーツになってます。このパーツはいいですよね。波打ってて、斜めになってて、段差がついててというような感じになってますんで、
これはレゴにもあるんですかね、ちょっとよくわからないんですけど、あのレゴでもね採用してほしいパーツだなと思いました。あと前のこの部分、中は空洞なんですけど特に何かできるわけではありません。それから建物裏側から見るとこんな感じになります。窓が所々あるのがわかると思うんですけど、壁のところがちょっと味気ないかなと思っちゃいました。続いて建物内部見ていきます。実はこの建物なんですけど、1階、2階、それから屋根部分の3つに分けることができるようになってます。やってましょう。まず屋根部分ですね。こんな感じで簡単に取り外せるようになってます。続いて2階部分です。同じようにカパッと取り外せるようになってます。はい、ということで1階部分、2階部分、そして屋根部分の3つに分けることができました。これは遊びやすいですね。では1階部分から確認していきましょう。実はこの1階部分なんですけど、こっち側の壁を開けられるようになってます。これは嬉しいですよね。これでだいぶ中確認しやすくなりましたね。いや、よくできてますよね。さっきの建物の入り口はここになります。ここから入るとまずショーケースがありますね。あの匠のお父さんの文太がここで作業してる時に池谷先輩が入ってきて厚揚げくださいというシーンがありましたけど、そのシーンをね思い出されますね。で奥にはいろんな機械が並んでますね。まあおそらく豆腐を作るための機械、機材という感じじゃないかなと思います。まあ若干グラグラしてるんですけど、かなりあのメカメカしい感じがしてかっこいいんじゃないかなと思いました。で奥には流し台みたいなところがあって、豆腐がね置いてありますね。それからこっち側のショーケースの後ろ、これなんですけど、まあおそらくこれ冷蔵庫じゃないかなと思いますね。でその横に奥につながる入り口があります。でその奥のスペースは今リビングですね。確かこのここになんかキッチンがあったような気がするんですけど、間違えてたらごめんなさい。中にはまあ時計とかね、カレンダーとか電話とかありますけど、あの文太がよく見てたテレビがここに置いてありますね。食器棚なんかもこの辺にあって、かなりね小物類充実してるんじゃないかなと思います。でここが2階に続く階段ですね。ちなみにテレビこんな感じになってます。シールですけど86ついてますよね。それと奥の階段、ちゃんと段差がついたしっかりとした階段になってるんですよね。あの文太がテレビを見てて匠がね上がっていくというシーンが何回かあったような気がしますけど、そのシーンがね思い出されるんじゃないかなと思います。はい、続いて2階部分です。さっきの階段から上がってくるとここに行きますね。奥が匠の部屋、手前側はこれは文太の部屋になるんですかね。ちょっとよくわからないんですけど、それか客間とかそんな感じですかね。この2つの部屋ですけど、ちゃんとそれぞれにこんな感じでドアがついてて開けられるようになってます。さらにこの2階部分もこっち側を開けられるんですね。これは遊びやすいですよね。はい、まあちょっとねわからないのでとりあえず客間にしておこうかなと思うんですけど、座布団がね置いてあったり、本棚があったり、あとゴミ箱もあったりして、結構ね細かいの揃ってるかなと思いますね。ちなみに座布団ですけど簡単に取り外せる仕様になってますんで、こういうのはね遊びやすいんじゃないかなと思いますね。続いて匠の部屋です。入り口から入るとすぐにラジオが置いてあります。はい、こんな感じのアイテムですね。あのレトロさがあってねいい感じじゃないかなと思います。そしてその奥には、机と椅子がありますね。机の下にはちゃんと引き出しも、ちょっとね見にくいかなと思うんですけど、引き出しもついてるんですよね。でいろんな小物類が置いてあります。横にはゴミ箱もありますし、照明もついてるんですよね。これちゃんとクリアパーツがついてたりとか、この辺全部シールなんですけど、いろいろついてるのがわかるんじゃないかなと思います。ここはねかなりアイテム充実してますよね。そしてこっち側にはベッドがありますね。ちゃんと布団がこうめくれてる感じがね、再現できてて、これよくできてるなと思いました。それからそのベッド、足元の壁のところに86、そしてイニシャル D のロゴがついてます。これはシールになってます。で、建物を戻すときなんですけど、これもすごく簡単です。こうやって上から乗せてあげるだけになります。屋根も同じように、こんな感じで乗せるだけですね。はい、いかがでしたでしょうか。細かいところまで作り込まれてますんで、かなり再現度高いんじゃないかなと思います。さらに遊びやすいギミックもついてますし、別売りですけど86ともぴったりだと思いますんで、十分満足できるセットになってるんじゃないかなと思いました。このセットのパーツ数は1908個です。以上、カダのイニシャル D 藤原豆腐店 C61031W を紹介しました。ナオズを見ていただきありがとうございました。
ぜひチャンネル登録をお願いします。右上のナウズマークから登録できます。左の動画をクリックすると他の動画を見れますよ。それでは次回の動画をお楽しみに。バイバイ。